今回は痩せるスイッチが毎日入り続けるムササビを紹介していきます。たったの20秒です。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、痩せるスイッチを毎日入れ続けることができるムササビを紹介します。体を動かした日は体が軽くて、体を動かしてない日はなぜか体が重たい。そんな経験ないですか？体を動かして疲れてるはずなのに体が軽い。一日ダラダラして筋肉使ってないのに、疲れてないのに体が重い。そういった経験ありますよね。これって実は痩せるスイッチが入っているか入ってないかなんです。運動せずに筋肉を使ってない人というのは、筋肉をあまり使わない体ができてます。逆に体を動かした人というのは、筋肉にスイッチが入っているので、体がテキパキ動いて消費エネルギーが上がってるんですね。そこで今回はたった20秒上向き下向き2種目を行うだけで、毎日痩せるスイッチが保たれます。なぜかというと、全身の筋肉を使うことができる。スクワットで例えると、重りを持たずにスクワット、次に重りを持つ、また重りを持たずに行う、3回目の方が体って軽く感じるんですね。なぜかというと、2回目で重りを使っているので、3回目重りを外した時に同じ力を出して軽く感じる。3セット目で疲れてるはずなのに軽く感じる。そういった感覚が起きるんです。今回ムササビをすることで全身筋肉使うことができるので、体がすごく軽く感じて、筋肉がオンになった状態で過ごすことができるので、痩せるスイッチが保たれます。しっかりやりたいよって方のために、今回は2セット一緒に頑張ってみてください。それでは紹介します。まずはうつ伏せで寝ます。やり方はとっても簡単。ムササビの格好です。足を横に開いて、手は横に開いて、このまま体を上に高く持ち上げて20秒キープ。それだけです。これで体の背中側全部使えてます。20秒間やってみましょう。それではいきます。スタート。しっかり手は真横、手のひら下、体は高く上げて飛んでるイメージです。体が下がってくる方はたまに上に持ち上げてください。OK です。次は上向きです。上向いて寝た状態で、手のひら上向けて、足開いて、体を持ち上げてキープです。スマホ持たずにできる方は手を伸ばして、スマホ持ったままの方は手に持ったまま体を起こしてください。片手伸ばしてもいいです。それではいきます。20秒、スタート。しっかり体を起こして、足もね、ある程度高く上げてください。手を伸ばして、手のひら上です。あと少しです。頑張って。はい、OK。これをもう1セット頑張っていきましょう。体がすでにね、あったかいと思います。筋肉にスイッチが入っています。いきましょう。スタート。手のひら下です。高く、たまに体を持ち上げ直して、足も開いて、手は遠くに伸ばすイメージです。オッケー。さあラスト頑張っていきましょう。いきます。スタート。人を伸ばして、結構ね、腹筋とか辛いと思いますが、頑張ってキープです。体がプルプルしてれば効いてる。足もしっかり持ち上げて、よし、オッケー。いやー、どうですか？今ね、たった20秒4回やったんですが、これで体の前と後ろ全部筋肉が使えてます。これを毎日やってみてください。どのタイミングでもいいです。もし1日テキパキ動かないといけない人は、朝やるのがおすすめです。日中体が軽いです。ですが、もしやるタイミングなかったよーって方はね、寝る前でもいいです。このくらいなら、交感神経が働いて、眠れなくなったってことは多分ないと思うので、まあ、自分の好きなタイミングでこれをやってみてください。なかなか全身を使うエクササイズってあまりないので、こういったのがね、おすすめです。毎日痩せるスイッチ入れたいよーって方はね、ぜひこのムササビを続けてみてください。頑張ってやってみた方、体起こせれなかったよとかね、簡単だったよとか、よかったらグッドボタンとコメント、よろしくお願いいたします。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。